皆さんこんにちは、改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。今回はモンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは井村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車は、皆さんお待たせいたしました、はい、ついに完成したこちらの車です、はい、よく見てくださってる方でも、うん、多分忘れてる方が存在をいらっしゃるんじゃないかなと、はい、でこちらのボンドボディで、はい、もうノーマルの状態からお届けした車ですよね。そうですね。で1回2回かな、経過を報告したんですけど、はいはいはい、その後音信不通に動画の方ではなってしまって、はい、ようやく今日ご紹介ということで、まあはい、ちょっと紆余曲折を経て、はい、少し時間がかかってしまいましたけれども、はい、僕自身もう最初の状態を恥ずかしながら忘れてしまいました、なのでちょっと思い出しながらちょっとご紹介させていただきたいと思います。で今回こちらベース車両はカイエンのクーペの GTS ですよ、ね、はい、でこちらをベースにマンスリーのエアロキット、はい、しかもワイドボディキットを取り付けさせていただいた、はい、そしてタイヤホイールを付けましたと。でこれはじゃあこの後ご紹介させていただきます、はい、でまずマンスリーのエアロからなんですけど、はい、だいぶ印象変わりましたね。だいぶそうね、並べてなんか雰囲気、うん、こんな感じになりそうだなって思ったのと、うん、ちょっとだいぶ違いました。そう、意外とでかいっていう。でしかもマンスリー のデモカーというかコンプリートか、うん、ホームページで使われてるやつ、うん、がオレンジ色なんで、うん、全然参考にならない。そうイメージつかないよね。違いますよね。だから全然違う、オレンジじゃなく黒で作ったりとか白で作ったりすると、はい、また全然違うということ で今回このクレヨンなんでまた雰囲気が違う感じ、はい、うんうんうん、そしてこれ造形やっぱりえぐいっすね。えぐいよね。まず前はそんなに出てはないんですよ。そんなに出てない。純正のナンバーベースがなんか違和感なくついてるからそんなに、うん、なんですけどすっごい立体感あって見えますか。そうそう、下側のこのリップがこう張り出してる。意外とやっぱこう高さがあるよね。確かに実際車につけると全然印象違いますね、うん、そしてここの張り出しもそうそうそう、これ純正にないライン、ね、そう純正がなんかこうどちらかというとこうスーってこう、はい、ねなくなってってますよっていうシルエットだったじゃん。だからすごい張り出しがこうグッてめちゃくちゃインパクトがあると。そして今回カーボンは一番スタンダードな P200 でしたっけ、はい、そうっす。純正のこの上側のカーボンとかミラーのカーボンに合わせて、スタンダードな、折り目で作ってあります。これいろいろ選べますからね、うん、いやちょっと真似したいでも違うのがいいなっていう方は、うん、プラス 30% でしたっけ。そう3割増しぐらいあるんですよね。そうなんでまあそういうことをすれば絶対できなくはないということで、はい、そしてあとはこれナンバーベースって最初からでしたっけ、うん、ナンバーベースはそう純正で塗ってあって今回その切り欠きを加工して、そのままつけてると。あなるほど。ここをちゃんとマンソリーのエアロに合うようにそうそうそう加工して、うん、ただちょっとですねいいですか、造形が造形なんでナンバーの浮き具合というかそうなんかね、はい、やっぱここの厚みがまあ元々なんだけどもともとこんなあったっけみたいな確かにそのぐらい形が変わっちゃってますよね。そうそしてこう横も立ち上がるデザインで、はい、結構マンソリーのやつこう別ピースになってたりするんですけど、はい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 、はこれ一体なんですね、うんうん、そしてこのオーバーフェンダーのとこはちゃんとえぐってあって組み合わさってると。そうで純正のカーボンがここについてるけど全く違和感ないもんね。確かにこっち純正ですもんね。そう確かに全然違和感ないですね。全然違和感ない。あれこっちもマンソリーですかって感じですね。そう思うぐらいね。そのぐらい確かにそこが差があったりすると、うん、この目の大きさだったりだとか、うん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 、平織り、綾織りで違ったりすると、うん、ちょっと違和感ありますからね。なのでこの辺なんかもバッチリ相性がかなり良くなってます、はい、そしてこのダクトのこっちも純正のカーボンですよね。そうです。なのでこの辺の相性はもう全部揃ってる。そうだから最初からこうグロスブラックに塗ってあったんで純正のオプションで。そうですよね。そうだからもうこの辺は何も触ってないっていう。なので非常に統一感が目もこう向き全部揃ってますね。揃ってる。でマンソリーなんでこう中央によるデザインですけどちゃんとこの向きもおおよそ揃ってるバッチリです。でフィッティングはやっぱりいいっすね。フィッティングいいっす。でドライカーボン製なんで、まあ、重量度も最低限に抑えられますし、はい、まあ、もちろんそのサーキット走る空力じゃないですけど、うん、一応なんかその空力のテストもしてるみたいな、うん、ホームページに書いてあるぐらいなんで、まあ、その辺の造形もちゃんとしっかりしてると。今回ワイドボディのオーバーフェンダーがついてるということで、はいはい、どのぐらいですかね。2センチ3センチぐらいワイド。3センチぐらいかな。こんな感じ でフロントの方が出てるのね。あなんかそのそうなんすか。まあフロントの方が出てるって言うとあれなんで、もちろんその前後ろは揃ってるんでしょうけど、はいはい、なんかこうフロントの方がこうで、あワイド感としてはアップしてる。もともと多分リアの方があれですよね。多分なんでフロントの方がちょっと大きめの厚みのあるオーバーフェンダーになってるということで、はい、うん、こんな感じのがフロントがついております。そして
超える紹介します。もう行くしかないね、もう、うん、隠しきれない。紹介しなくても多分皆さんもう分かってるんじゃないかなと、はい、またかって、はい、またかコメントが来ると思います、はい、こちらです、はいはいはい、またですこれ前回も聞いたんですけど、はい、これは飯村さんがこう Q サンゴに寄せてきてるんですか。いや今回だからそのお客様との話の時に、はい、前回の時も話したけど、で今回じゃあマンソリー行っちゃおうって話になったんで、じゃあまあワイドボディだったらこれぐらいインパクトなきゃダメっしょっていう話でこれにしましたあ今回決めました、はい、どうなんですか、はい、じゃあこれマンソリー組まなかったらこれじゃなかったなかった、もちろんっていう選択肢なんで、なるほど、うん、でこの Q サンゴなんですけど、はい、もうなんかやってないのないんじゃないかなっていうぐらいいろんな組み合わせやってるんですけど、はい、あのマットブラックとグロスブラック、はい、でリムが、はい、微妙になんかみんな仕様が違うんですよ、ね、そう今回ねフロント 3.5 インチアウターリム、あ 3.5 インチも付いてるんですか、はい、リアは4インチです。えじゃあ10センチ近くこう、はい、ありますリムが取れてるということで、これだからワイドボディならではそう、ね、ワイドボディじゃないとこのもちろんサイズは入らないし、こんだけリムも取れない、すごい、もうそうすごいでしかもその開演ってすごい難しくて、はい、まずそもそも958までは前後投資でした、はいはい、で QY 系から前後が異サイズ、まあ、フロント細くリア太くみたいな話になっちゃったんで、そのインチアップが非常にしづらくなった。純正で22インチ履いてます、で23にしたいけど投資の23のタイヤはあるんだけど前後でそのちょうどいいジャストサイズの23インチのタイヤが存在しないから、だからみんな純正22、車外も22なんですけども、今回24 24多分カイエに24を入れてる人はおそらくいないと思う世界で。あのちなみにその話でいくと、つい先日僕らのタイでテックアウトミーティングがあったんですよ。どんなのがちょっと製品として欲しいんだってこうリスニングがあったんですよ、うん、で僕ら自信満々に24って言ったんですよ、うん、そしたら24とかって言ってそう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 、で24って言ったんですよ、うん、自信満々に、うん、もうだってウルスが24入れたりするじゃないですか、うんうんうん、で今井さんも24入れるし、うんはい、で24って言ったんですよ、うん、そしたら来てたディーラー全員大笑いする、うん、どうなってんだ日本って、うんはいうん、そんなの入るわけないだろうみたいな、うんはい、でもしっかりこう入ってちゃんと、はい、走れるようになってるって。ただ外径が上がっちゃう、あ大幅に。あこれじゃあ大幅に上がってんすか。そう、はあ、外そんな感じしなくないですか。そう、はい、いや俺は結構するよ。本当っすか、うん、そもそもワイド前提なんですね。そうだからそのただこのオーナー様もすごいわがままで、はい、もうすごいわがままでまず様って言ってるのにそう扱いがわがままで、はい、まず純正より細くなるのは嫌だ、はい、それは分かりますよ、うん、気持ち的に、はい、で純正と同じサイズは嫌だ、はい、もうこの時点でないのよもう太くするしか選択肢がないってことで、そう、はい、でもうこの時点で外径を上げるしかない、はい、23はサイズがない、はい、24はこれしかない、はい、から、はい、もう24で外径を上げてこの純正より太いサイズを履いてワイドにしたってだからタイヤ、はい、ホイールありきでマンソリーをつけたんだ。なるほど。じゃあ最後にこう辻褄が合う感じということで、とてつもないサイズが入ってると、はい、だからこれ真似しようと思ってもだから1個どれか違っても再現できないわけですね。そう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 、はい、でこれじゃあウルスとかと同じサイズ。そう同じサイズ、ウルスに24インチ入れた場合の同じサイズ、はい、であの3兄弟 Q8、はい、ウルス、はいはい、カイエン、うん、あれシャーシーは割となんかこうプラットフォーム一緒なんですけど、はいはい、足元のセッティングが全然違うんですよ、ね、全然違う。なんでカイエンだけはちっちゃい。流用できるかと思いきや流用できないんで、できない、まあ、入れようと思えばいろいろ試行錯誤するとこうやって入れられるということで、そう、なんで車高もほとんど下がってないの。あこれで下がってないんですか。だから外径大きくなってるから、はい、まあ、もちろん下がってるんだけど、はい、これ今アクセスモードですよね。そう今ねアクセスモードっていうよりも、はい、スポーツモードでこの状態なんです、はい、あのですねご覧くださいこちら、もうタッチ、ね、もうついています。はい、はい、あの現行開演でやることじゃないですね、はい、これもう指も入らない、指入らない、だからこれ走れないですよね。走れない、はい、だからもうこの
要はコンフォートで普段走ってくださいね。かっこよく止めたいときはスポーツにして止めればかっこよく見えます。でもスポーツで走っちゃダメよっていうだからもうおしゃれは我慢。そう、はい、もう走行とスタイリングを両立じゃなくて、そうです、もうスタイリング全振りの。そうです、はい、これだけ車で遊べる人もなかなかいないんじゃないですか、なかなか。でもこれを報告したら、いやもう別に当たってもいいからこれで走るわって回答を返ってきて、あ、そうなんだ、いや無理でしょ無理でしょみたいな、もう当たってもいいとかそういうレベルじゃないんですけど、実用性とか、 なんか走行性能スポイルとかも関係ないですよね。この見た目が、はいはい、納得する見た目にできれば、はい、それが最優先っていうということで、今回この HI の Q3 をこうやって、はいはい、でこれセンターキャップなんかも全部真っ黒黒で、そう今回はビレットで、はい、まあ、外装が結構こう何ていうんですか、立体感のある、うん、デザインなんで、うん、こうノペットというか、そう、あとはちょっとね、余計な色をあまり入れたくなくて、この車に関してはもう本当にカーボンとボディカラーと黒みたいな。で思ったんですけど、やっぱりボディのこのシルエットとホイールのデザインってすごくこう相性あるなと、うん、はい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 、でこの割とこう何ですか、外縁ってこう曲線の多いボディラインじゃないですか、うんうん、しかも SUV なんてこうタッパもあるじゃないですか、うん、そこに持ってくるホイールって結構難しいなって。難しいね。割と四角い車なんかだとこのディッシュのホイールにあったりしますけど、だからこれノーマルの開演、ホワイトボディとかエアロキットつけないとまたこれちょっと成立しないんじゃないか。そうだからノーマルボディの時はそれこそ501とか300クラシックとかのホイールをじゃあ履きましょうかっていう話はしてた。そうなんですか。でもワイドにするんだったらこれでしょっていう。でしかもこれリムがないと多分成立しない気がするんだよね。そうこれ真っ平だとまたちょっとこうミニカーっぽくもっと可愛くなっちゃうかっていう感じがする、うんうん、こんなホイールが今回収まっております。そしてキャリパーですよね。これは思い出しました。確かあの大人の事情があるんで触るのやめましょうということで、そうほぼ見えない PCCB、 確かにもうちらっと見えてますけれども PCCB の黄色のキャリパーが見えてると、はい、じゃあこれ当然あのマンスリーロゴとかにもしてない。してないです。はい、はい、まあ、ちょうどディッシュで隠れてる。そう見えないからいいかな、まあ、一石二鳥に、うん、はい、なってる。そしてオーバーフェンダーこれ後ろまで続いてますけど、これダクトがそうです。でそこのカーボンを出す出さないみたいな、あそうコンプリートカーはここカーボン出てて出せるようになってたけど、はい、今回はもう同色で消し込みした感じで。これつけてから気づいたんですけど、ここのプレスラインと合ってるんですね。あ確かに、はい、ここがちゃんと延長するような、はいはいはい、デザインになってると。そしてサイドスカート、これが別ピースなんですよね、はい、そう、これが一番下につくパターン で、はい、そのでこっちがサイドスカートというよりドアパネルなんです。そうね、そうね、これドア開けるとこんな感じで、うん、だドアパネルの下側をこの立体感のあるこれに交換してサイドスカートもついてるとです、はい、あで、その、そうだ、これフェンダーも、はい、今回のその GTS がスポーツデザインパッケージでフェンダーアーチがでかいのがついてたね、はいはい、でそのフェンダーアーチの、まあ、このマンスリーのフェンダー自体が上から貼り付けるタイプで、そのでかいフェンダーアーチだとつかなくて、あそうなんですか、わざわざぺったんこの標準のフェンダーアーチを取り寄せてそれに交換してからこれをつけた。あそうなんですか。そうじゃあ見えなくなってるけど中 の、 その純正のフェンダーもちっちゃい方のちっちゃい方になってる、出っ張ってない方のそうになってる。そう細かくやらないとダメなんですね。そうみたい。なるほど、はい、そしてこちらのドアパネルの話戻りますけど、ここだけカーボンが、はい、そう残しました。この凹凸の凸の部分ですよね。そうでシュッとこう、はい、なくなる感じでこっちの部分、そしてサイドスカートは全部カーボン、はい、出してある。これもこう緩やかにラウンドして前と後ろが出てるデザイン。そうね、はい、まあ、ちょうどあのオーバーフェンダーの端がこう入っているところがこう出てるんですよね。そしてリアはこのまま消えてって、ここダクトになってんしたっけ。そこなってる。あここが一応内側がダクトになってる、はい、でこれがちゃんとつながるようになってると。そしてリアのオーバーフェンダーは、4ピース、3ピースですね、はい、こっちとドア側と、はい、こっちのバンパー側ということで、はい、そしてリアこれがもう4インチすげえっすね。アウターリップ4インチ355です。4インチだとだからちょうど10センチぐらい、はいはい、ということでめちゃ深いリム。だこれが本当ワイドボディじゃないと全然無理、全然無理なサイズということで、はい、ただこの HRE のこの 12.5 の今回のこのオフセットでこれより、内側に入れるサイズは HRE が作れない。あそうなんすか。そう
じゃあもうこれが限界のサイズ。それが限界のサイズ。でももうつらつらっすね。そう。だからこれなんかしれっと履いてるけど、なんかもうすごい。そう、もうコロンホイールが履けること自体が絶妙なバランスでこれが成り立ってる。そう、だからノーマルフェンダーだったら絶対履けない。確かにそのまま飛び出ちゃいますから。そう。というわけでもう絶妙サイズですけど、本当につらつらで今ローダウンした状態で、はい、本当につらつらのフィッティングになってると。はい。はい、じゃあ続いてリアに回ってきまして、はい、リアも盛りだくさんでございます、はい、まずこのルーフのスポイラー、これがこの3ピースになってるんですよね。そうです。ルーフ側とリアゲート側の、そうです、これもまあまあな造形っすね。そう、ここのね部分が、だから今回ノーマルがここが同色だったのが黒くなったから全部こうルーフからつながって。あ、同色なんでしたっけ。そうそうそう、ここがクレヨンの色の純正のスポイラーがこうついてた。じゃあもうルーフからこうリアガラスにつながって、そうそうそう、全部黒くなったので統一感が出てると。でこれよく見たら、うん、これ純正にかぶせてあるんですか。そうそう、こっち側は純正にかぶせた。そうですよね。この先端の尖った方は交換して、はい、後ろがかぶせてある、はい、でこれ両脇のこのへこんでるところはエンブレムがこっち側にはないの、ね、よ。あ、そっちがないんですね。そっち側だけ。こっち側にはエンブレムを入れる予定です。あ、これ入れる予定なんですか。はい、マンソリーの。じゃあ黒く塗ってそう入れると、うん、はい。最初にあの完成しました、お待たせしましたって言った気がするんですけど、なんか絶妙に 99% くらいの絶妙に完成してないっていう、はい、そしてトランクスポイラーもこんな感じで、はい、これなんかいいっすね、純正っぽいっすな。純正のカーボントランクスポイラーを外してマンソリーのカーボントランクスポイラーになる。でも純正っぽいっすね。純正っぽいね。ちょっとこう横出てますけど、なんか割とこっち自然な感じで、うん、これ単体でつけるなんていうのめちゃくちゃいいんじゃないですか。あ、確かに。純正 のカーボンスパイラーついてなければ、うん、はい、うん、ついてるともったいないですけど普通は、うん、ついてなければこれだけつけるなんていうのは結構、これ車種、うん、車種っていうかグレード問わずいけますもんね。いける。ということでこの辺なんかもしっかりついてる。そしてリアのこのディフューザーって、これがまたでかいよね。ですね、まずいいですか、はい、マフラー出すぎじゃないですか。はい、ですね、専用のマフラーカッターがついてきて出てると、はい、ただこれ一番このマフラーというかディフューザーの一番後ろ、うん、よりはもちろん出てないんですよ、うん、ちゃんとこう R に合ったデザイン、はい、ただ結構な出具合でロゴが全部。 そしてこれよく見ると、うん、あの黒とも言えないメッキとも言えない、そうなんか、ね、ブラックメッキというかちょっとスモークがかったメッキになってるということで、うん、こちらのこれちゃんと彫ってあるんですもんね、はい、そしてあこれちゃんとこう何ですか、四角の台形、台形肘型の出口なんですね。そうです、はいはい。そしてマフラーもなんかちゃんとあるんですよね。そのマフラー本体はノーマルです、はいはい、ということで結構あるじゃないですか、出口はこう2本になってるのに、うん、パイプが中に、はい、ちゃんと純正のその形状して4本立ちの形になって、はい、でこれもこれすげーっすね、相変わらずリアディフューザー改めて見ると、はい、これちゃんとここフィンになっててさらにもう1枚そう板別パーツですもんね、はい、しっかりこの辺なんかもついてると、こんな感じのデザインになっております。そして今回このリアのこのカイエン GTS、はい、これもなんか交換する予定で、 そこに一応マンソリーのロゴが入る予定です、はい、でよりコンプリート化っぽくというか、はいはい、外装を好きなくやってある感じに仕上がる予定みたいです、はい、じゃあ続いて、はい、今回中も少し触ってあるということで、はい、ご覧ください、はい、こちらです。なんとスカフプレートがマンソリーのスカフプレートになっていると。これ光るタイプですよね。そうです、イルミネーションエントランスパネル。ちょっと日中なんで分かりづらいですけども、このマンソリーロゴとあとこのスイスマークも光ってるんですか。光っているはずです、はいはい、こちらのタイプ、これもカーボンで、はい、で純正交換、そうです、カブセじゃないですよね、純正のものを外して交換する感じ、はい、これがドア4枚、はい、全部の箇所に入ってると、はい、そしてあとはペダル、はい、ペダルいいっすね。ペダルはね変わるとね、こう結構乗ってるオーナーとしてはね満足度は多分高いんじゃないかなって、うんうん、まあ、外から全く見えないですけど、助手席の人にも見えないですけどね。これぜひでもいろんなブランド出てるじゃないですか、うん、ブラバスとかデッカートとかそれぞれの車種で、うんうんうん、だから変えてほしいですよ ね。内装の小物って結構乗ってる本人は満足度が高いんで割といいと思います。なんでこの辺なんかもしっかり変えてあります、はい、じゃあ最後になりますけど、はい、今回あのカイエンのポテンシャルの高さを再確認しました。なかなかだから最近あの本当957、958の時はもうカイエン、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 今のゲレンデみたいにカイエン、カイエンみたいな、一時結構そのカスタム需要ありましたよね。めちゃめちゃやったよね。だからその時テッカートもやったしマンソリーもやったし結構いろいろやったとは思うんだけど、QI 系になってから一気にこうねお話が少なくなっちゃったんで、
やらせてもらう機会がねあんまりなかったけど、やっぱり海外かっこいいなっていう、まあ、海外にもこういったマンスリーみたいないろいろなパーツありますし、うん、まあ、やりようによっていろいろなことがやっぱりできるなっていう、うんうんうん、こうなんかこう落ち着いた感じに仕上がる。でもここから もっと派手にすることもできるし、もちろん逆に もっとシンプルに足元だけなんていうのもめちゃくちゃかっこいいなっていう、うんうん、でトランクスポイラーみたいなああいった小物だけとか内装だけなんていうのも割と変わってくると思います。ぜひぜひその辺も含めてご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。